紀元前一世紀の西域諸国。ソロクは、かつて、タリム盆地に存在したオアシス都市国家。現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区、カシュガル地区カシュガル市にあたり、タリム盆地の生誕に位置する。関代から東代にかけて、シルクロード公益の要所として栄えた。現状の、大東西域記では、鎖国と記されている。 強度の牧突前雨がモンゴル高原を統一すると、ついでトルファン盆地、さらにはタリム盆地の上郭都市をも支配下に置いた。ソロク国は他の西域諸国と共に強度の属国となり、強度の西変実畜王は、同牧土を置いて、西域を投了させ、常に延期国、騎士国、上陸国の間に駐屯し、西域諸国に付随し、富宮を取った。 全漢の武帝の時代になると、衛星と各挙兵によって強度が駆逐され、火星回廊からタリム盆地は全漢の支配下となり、ソロク国も漢に従属する。新末の動乱で一時中国と国交が途絶えると、ソロク国は当時最強を誇ったサシャ国の支配下に入る。後に、ウ国がサシャ国に背き、サシャ王の剣が 右王の広則に捕らえられると、左舎国は、右国の支配下となる。この時、ソロク国は、独立したか、右国の支配下になったと思われる。明帝の永平十六年、鯉王の剣は、ソロク王の姓を攻め殺し、鯉左公のカブトを、ソロク王とした。冬、漢は、軍馬の藩長を派遣して、カブトを捕らえ、姓の兄の子である忠を立てて、ソロク王とした。 英平十八年、明帝が崩御すると、これに乗じて、延期国は官に背いて、西域徒後の鎮圧死を殺害し、記事国、衆とメスミ国は、ソロク国を攻撃した。ソロク国にいた藩長は、バン女王を守り、ソロク王の中と共に、これを防いだが、不利と見て、一旦、右国に退いた。再び、ソロク国に戻った頃には、ソロク城、バン 城の領城が記事国によって陥落しており、ソロク国は城下白国と寝返っていた。班長はすぐにソロク国の反逆者を切り、城下白国を撃破して、ソロク国を取り戻した。建発9年、班長はソロク国、右国の兵を発し、サシャ国を攻撃した。サシャ国は影でソロク王の中と密通しており、ただしはこれに従って背き、 西のカラス即城に立てこもった。すると班長はその府、進ムの聖代を立てて新たなソロクを落とし、中を攻撃した。これに対し、皇居が聖兵を派遣して、これを救ったので、班長は下せなかった。この時、月子は新たに皇居と婚姻を結び、親密な関係となったため、班長は死者を送って、多くの祝い品を月子王に送った。これによって、 公共王が兵を撤退させ、宙を捕らえたので、カラス即城はついに班長に降った。安定の減少中、ソロク王の暗黒は、母の弟の神岩を有罪とし、月子に移した。しかし、月子に送られた、神岩は、月死王に寵愛されることとなる。後に暗黒が死ぬと、子がなかったため、その母は国政を取り、国人と共に、神岩の弟の子であるいはらを立てて、 ソロク王とした。月子にいた、新岩がこれを聞き、月子王に、ソロク王に即位するため、帰国させてほしいと願い出たので、月子王は兵を派遣して、新岩をソロク国に送り返した。ソロク国人はもともと新岩を敬愛しており、また、月子を恐れはばかっていたので、共にイ原の因子を奪って、新岩を迎えて、ソロク王に即位させ、 伊原を、ば上皇とした。後に、佐ッ国が、右国に背いて、ソロク国に属すと、ソロク国は、強情を誇って、記事国、右国と敵対するようになる。英検2年、新岩は官に剣士を送って封建し、順帝は新岩を排して、寛大と意図し、その兄の子である、新君を四国芝とした。英検5年、新岩は侍子を派遣して、 大炎国、札尺国の使者と共に、三宅津にも出て貢献した。陽吉見二年、新岩は再び男に剣士を送って、死子風牛を剣じた。霊帝の剣令元年、ソロク王館大都位の新岩は、領中においてその叔父の和徳に射殺され、和徳が自ら立って、王となった。剣令五年、領州志子の毛うたくは十字の任渡るを派遣し、遜皇兵五百人。 ボキシバの総広ロシ、最域調子の長安と延期国、記事国、車自然五部を引きさせて、計三万余りで、ソロク国を打ち、三木中城を攻撃したが、四十四日して、暮らすことができず撤退した。その後、ソロク王は相次いで殺害された。三世紀のタリーム盆地。カシュガールイコールソロク、区会イ,イコール記事、キャラクセアイコール延期。 トルファンイコール交渉、ホタンイコールウテン、シャンシャンイコール全然三国時代の頃、ソロック国は、三木中国、サシャ国、ケツイシ国、巨サ国、西ヨル国、イタイ国、万里国、奥はカ国、ニレレイ国、孫独国、旧オ国、古都国の国々を並び属させていた。ソロック国はすでに仏教を信奉しており、文政帝の末に、 ソロクオが北儀に剣士を送って、長さ二畳余りの送る麦差を献上した。文聖帝は、二日頃もであるから、霊源荒かであることを示そうと、これを猛火の上に置いて焼こうとした。しかし何日経っても燃えないので、疫不しない者はいなかったという。文星帝は、北儀の歴代皇帝の中で、 初めて仏教を容認した熱心な仏教徒であったため、この袈さを使って、ふつの礼儀を示し、人々を威服させる道具とした。正義背帝2年、特決のキアセカガンが従前を滅ぼして、大帝国を築くと、ソロク国は、特決の支配下となり、毎年特決へ年貢を収めるようになる。 大行中、ソロク王のアミケツは随に剣士を送って長考した。上岸中、西特結のカガンは娘をソロク王にめとらせた。上岸9年、ソロク国は唐に剣士を送って名馬を献上した。上岸22年、大僧は安政都護府を記事上に移し、各攻略を安政都語に任命して、宇典、ソロク、西陽を投了させ、 これを、四鎮とした。上岸二十三年二月、西特欠のおつひしゃきが党がに求婚してきたので、大層はこれを許し、奨励で、きじ、う天、ソロろく、しゅともは、奏令の五国を分割して、平令とした。西特欠のあしなわる者と、あしなあゆみまには、人心がなく、部下に恨まれ、ついに思えけとまんが、ソロく、しゅともは、 カ半ハタの三国を率いて背き、右天国を撃破した。高宗は、御事のりで、左、行衛大将軍の蘇帝法に、これを打たせ、思え決と満の兵は、馬頭川で保つ。県警五年、蘇帝法。開元十六年、元宗は剣士を送って、正式に、ロ六王の敗安定を、ロ六王に作法した。天保はじめ、 ソロク王のハイクニヨシが党に入庁し、元層は、摂政といを授け、紫法、金魚を貯まう。以後、トゥバン、党骸骨と支配者が交代し、10世紀後半には、トゥルク系イスラム王朝のカラハンアサに征服され、仏教王国であったソロクは、イスラム教に改修することとなる。ソロク国は、 他のオアシス都市国家と同様、農耕民族であり、古くはインドヨーロッパ語族系のコーカソイドの人々が住んでいた。農業は盛大で、花、花は反もしている。細いカモやカチを算出し、細い矢を巧みに織る。他にも、稲、あは、麻、ク、銅、鉄、鈴、メスキ、ニシキ、麺を算出する。 気候は和やかで、風雨は順調である。人の性質は乱暴で、俗として霧が多く、礼儀は薄く学芸は平凡である。その風俗として子を産むと頭を押さえて扁平にする。要望は癒しく、入れ墨をし壁眼である。使用する文字はインドに手本を取っており、省略、改変はあるが、言語の語彙、音調は、 諸国とは異なっている。ソロク国は古くから厚く、仏法を信じ、福徳利益の行に精霊している。ガランは数百箇所、相当は一万四人、症状教の説一切有部を学習している。その理論は研究することなく、多くはその文句を暗唱するのみである。 それゆえ、経律論の三蔵やばあさをすっかり暗唱している者が多い。人の手足は皆武蔵で、三子が武蔵者でなかったら育てない。大地は、ソロク城、その都の城カタゴリ、国内に大城十二、小木数十あり。ソロク激古校、北国校、トイ、左右将、左右機君、左右役長が各一人いる。 東大になると王子は菓子城にあった。北朝時代の記録では、ソロク王は、また、東大の記録では、王政は、廃止と言い,い、自ら、天しと合したという。ありがとうございます。